インターネットテレビウィルズ広告デスクの山根です。白川さんよろしくお願いします。お願いします。え今回は立憲民主党の森裕子議員を扱ってみたいと思います。はい、でなぜこのタイミングで森議員なのかというと、うん、まあ最後までこの動画を見ていただければと思うんですが、まあ楽しみにしていてください。はいはい、でまあいかに。 ええー、森議員が素晴らしい政治家であるかというのを、まず振り返ってみたいと思います。うん、そうですね。はい。はい。私もネットニュースサイトとかで、ちょっと森議員のこと書いてくれって言われて、何回か書いたことあります。ええ、はい、大ファンです。はい。はい、<laughs> で、新潟選挙区で、自由党ですね。あの小沢さんのところね、うんええ、で、初当選で。 それから立憲民主党と移動しなさっています六十、はい、64歳だそうです、うん、若いですね、うんはい。で、野田内閣で文部科学副大臣と、小沢一郎さんに相当近い政治家ということですよね。そうで、すね2012年に検察と裁判所の組織的腐敗の実態を告発する検察の罠、はい、こちらですねかっこいいですね。 はい、広がお似合いで、はい、これはお出しになってます。まあ陸山会事件とかあったじゃないですか、西松建設事件とかまあそう検察によるまあ壮大なでっち上げだったと、まあいわばまあ親分である小沢さんを擁護するまあ酔い書本みたいなものですね。まあまあそうですね。まあ酔い書本ですね。えっと森さんねこれまでのご活躍ちょっと振り返りたいと思うんですが、えっと2006年に週刊現代で安倍晋三は拉致問題を食い物にしているっていう記事があったんですが、これをふとに質問なさ なってましてですね、えーえー。嘘ばっかりだったみたいで、えー、自民公明から懲罰討議が出されましたね。はい、で、2019年、えー、10月、こう有名な事件ですよね。はい、超大型台風が接近している前の日。 国会質問の通告が遅くて、はい、多くの省庁職員が答弁作成のために徹夜あ深夜までか、うん、え残業させられたというのをツイッター上で指摘されちゃうんですねこの件に関してはその森裕子議員のパワハラ疑惑というので、はい、このチャンネルでも,もう初期で扱ったことありますね。ああそうなんですよ はい、で森さんはあ、はい、ツイッターで、えー「予算委員会質問通告は、えー、前の日のあその日の16時30分までに提出済みだよ」って出したんですね。うん、ところが「うん、え16時30分嘘な,んなんで嘘つくんですか?」と返信されてしまうというね。それで、まああのー、やっぱり どうやらあ実際にこう残業してたんですよね。うん、だからためき代表がまあツイッター上で謝罪と、うん、ところは本人謝罪しないんですよね。うん、たまにいますね。こう絶対謝ったら死ぬ病気みたいにかかっている人<ー>いますね。<laughs> はい。<laughs> それで原口、えー、国対委員長が、はいえー、会見内容が、えー、省庁から外部に漏洩したって騒ぎ始めたんですよ。この、うん、要するに。 あの我々は残業を強いられたとしかも、うん、台風が来てると、えー、しかも超大型だと、うん、帰れないと、うん、それでまあちょっと言っちゃったわけですね。うんうん もう森さんってひどいんですよって言ってね。ところがですね、なんか逆売れしたんですよね、要するにね、話すり替えてますよね。そこが問題じゃないですね。今その残業の話ですから。そう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 。漏洩じゃないんですよ。そうそう。漏洩しちゃうんじゃないか。ここでね、まあ、あの我らが足立康史さんがですね。はい。ですね。ええ、森裕子議員の、質問通告は正式に、内閣総務官室に送られたのが二十二時だったと。遅いですね。 おやおや16時30分じゃなかったんですか、うん、っていうね、うん、これ足立、うん、さんの,あのファインプレイですが、うんまあ。16時30分に送られたのは、うん、その質疑者の氏名とか順位、はい、その順番ですね、はい、というかその質問時間とか、まあ、そういう,そう形式的なところだけだったらしいですね。そうでですねなんで、まあ、完全に嘘だったと そうですね、うん、もうサミダリ式に来るんだから残業せざるを得ないわけだから、えーうん、つまりそこがゴールじゃなかったって話だからまあ嘘ですよね、うん、言っちゃえばね。うん、でまたですね同時にですね、うん、2019年の10月毎日新聞の記事で原英二さんですねおなじみの、はいえー、当時国家戦略特区ワーキンググループ大座長代理をなさってましたが、うん と、えー、親密な関係にある会社が特定案者からお金を受けてたとコンサルティング業務をしていたと。うん でえー、国家公務員だったらあっせん利得で収賄で刑罰だというふうに森議員が言ったわけですね。うん、ところのは原さんって、うん、まあ確かに国の仕事はやってらっしゃるけど、うん、民間人なんですよね公務員じゃないんですよもちろん政治家でもないと、うんまあ、ウィルにもたびたび出ていただいてるんで、うん、そうですね、まあ、政策を作る能力のある方なんで、うんまあ、政策に関かかってらっしゃるけどあくまで民間人なんですね。はいうん でも、利得があろうが、何しようが、関係ないわけですよ。ええうん、なのに、何か、犯罪のように、国会で喋っちゃったんですよね。印象操作というか、ひどいですね。これ、ひど,<会>ひどいですよ。公務員だったら、刑罰と、うん。で、これ、当然、いろんな人が怒りました。ええ、で、十五人の有識者が、森氏の議員除名を求める署名活動というのを開始しましたね。うんええ はい、ところがですよ、ええ、森友子さんが、えー、原さんの自宅住所が記載された資料をホームページとツイッター上に公開とこれひどいですよ、ね、民間人ですすすよよよねね民民間間人人なんですよ、うん、政治家が民間人のプライバシーを公にしたって話なんですよね。うん、まあ信じられないですよで毎日新聞の記事も、まあ、原さんによると間違ってるんですってね。 うん、事実無根だっていう、えーうん、だから二重におかしかったっていうことなんですねね念のため申し上げるとその憲法51条に面積特権というのがありますよね、はいまあ、国会議員は国会内で行った発言について委員会で責任を問われないと、はい、だから今回その森議員はその毎日新聞のいわば誤報、はい、原さんは誤報と主張しているものに乗っかって、はい、まあ民間人である原さんへの人権侵害を行ったと、はい、で、まあ、面積特権があるから訴えたりはできないんですけど、はい、まあその懲罰してください さいっても、まあ、はい、原さんはお願いしていると。そうなんですよね。うん、うん。こう悪どですね、考えたらね。うん、ひどい話ですよ。ええ。で、えー、っと、まあツイッター上のやつね、あと、あのー、公式ブログのところかな。これはもうアウトですよね。うん。うん でえー、最近もですね3月18日にですねこれ、はい、小西洋之さんの話なんでちょっと複雑になっちゃうんでちょっとかいつまんで言うと、はい、なんか、えー、予算委員会で揉めた時に、うん、まあ小西さんが「嘘でもいいから通告したと言え」っていうふうに言ったとさすがにどうなんだと、うん、言論の符で嘘をつけと言った人間がいるぞと <laughs>、うんうん、といったらなんかね,ね森さん小西さんが まあ森さんと一緒になってガンガンなんかさすが、ねええうん、に無礼すぎると、ええ、あの嘘つき呼ばわりしたとなんか「嘘をつけ」って言ってる人間をかばって嘘つき呼ばわりしたと、ええうん、これは国家法に触れるんじゃないかという、ねええ、え指摘を鈴木宗夫議員がおっっしゃってます森さんの,その印象ってどうですか まあ何でしょうねこういうたびたびやらかす人なんですが桜を見る会とかでも安倍さんを結構追求してるイメージありましたし結構気に入られてるまず女性ですし見栄えがいいかどうかわからないですけども重用されているというかそうですメディアでもよく扱われるイメージありますよね立憲はんかあのタイプ多いですよね。弁が鋭くて女性で っていう攻撃的っていうタイプを重用しますよね。うんうん、黄色のスーツ着てとかですね。はい、はい、<laughs> そうなんですよ。ただですね。はい、今回そんな森裕子さん、なぜ扱ったかというとまとある情報を我々ちょっと入手したんですよ。よ、はい、それがもしかしたら、森裕子さんのこの議員生命を揺るが、しかねないスクープになるんじゃないかと思いまして。今回この動画を作ってみました。これは、はい？ どういうことなんでしょうか。はい、2016年9月27日の Facebook です。<laughs> はい。ええー、男女に祝参議院議員森優子当選選挙報告会オール新潟平和と共生という横断幕の写真が入ってました。はい。孫こと泣き当選祝賀会が行われてたというね。祝賀会。まあ応援してくださって。 えまあ皆様のおかげで当選できましたありがとうございました、はい、という会ですよね。そうなんです同じように「オール魚沼平和と共生で懇親会」うん、まあ当選直後ですからまあお祝い会ですよね。うん、えそれで24日「オール柴田平和と共生懇親会と」と、うん、これね「祝勝会」って横断幕があ見たけど入ってますね。は、うん、はい、うんはい そうなんですよところがですよ、ええ、公職選挙法の178条、うんはい、これでえ国会議員が選挙の後に当、うん、落選のあと選挙人挨拶をすることは禁止っていうふうに明記されてんですよ。ということは、ええ、公職選挙法違反ですね。 ですね。これ完全祝勝会祝学会ですもんね、はいうん。選挙人挨拶の中に完全に含まれてますね。まあちなみにこれ我々スクリーンショットは、えー、撮ってありますけれども、うん、今は消されています。本人まあ事務所なのかわかりませんがまああちょっとこれやばいなって思ったんですよね。ほ、うん、らやばいですよ、ね。<laughs> 明らかにだって公職選挙法違反ですからね。えー、はい。 でまあ、立憲民主党の,この枝野代表とかも桜を見る会で安倍総理辞任をと再三にわたっておっしゃってましたがこれは枝野さんにももしかしたら責任があるかもしれないですね。そまああの祝勝会って入ってるところに、うん、まあ立ってらっしゃったから祝勝会ですよね。うんうん、でこれは公職選挙法違違反反でですす違反です。違反です なので、われわれとしては森友子議員の辞職を要求いたしもうしょうがないですよね、辞職して、もうご自分がおっしゃってたんだから、ほかの人はあれですよいろいろあるかもしれないけど、森さんは辞めるべきだとおっしゃった方だから、お辞めにならなければおかしいです。それ政治家と筋がが通らないですねぜぜひひ反論あば ウィルの編集部までご連絡いただければと思います。すねはい、ということで、はい、この動画、まあ森優子ファンにも、ね、そうぜひですね拡散していただきたいので、はい、皆様よろしくお願いします。